オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供、フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間が参りました。この番組ではアンサンブルアンフランセが運営するフランス365サイトに掲載された最新ニュースの中から、本日は2018年フランス人にとって最も印象に残った出来事はについて、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。どうぞ最後までお聞きください。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それではここから、2018年フランス人にとって最も印象に残った出来事はについてご紹介いたします。12月19日、世論調査会社 IFOP は、2018年フランス国民にとって最も印象に残った出来事は黄色いベスト運動と発表しました。2018年最も印象に残った出来事は黄色いベスト運動。 IFOP 社がフランスの有力紙パリジャンの依頼で12月14日から17日の間に行った調査結果で、2018年最も印象に残った出来事は 57% の回答者が選んだ黄色いベスト運動でした。2位は 41% の回答者が選んだ今年の3月カルカッソンヌ近郊で起こった人質事件。なお、この事件では人質の身代わりになった憲兵など4名が死亡しました。そして、12月11日のストラスブールのクリスマスマーケットでの銃撃事件という2つの大きなテロ事件でした。サッカーワールドカップロシア大会のフランス優勝はわずか 25%。今年の7月、フランス中を熱狂させたサッカーワールドカップフランス優勝は 25% で、今年8月にジェノバ市内での高架橋の落下事故 21% をわずかに超えたのみにとどまっています。今年の女性はメルケル首相とプリシリア・リュドスキー？今年最も印象に残った女性は、2021年に任期満了で退任を決めたドイツのメルケル首相ですが、このヨーロッパの大政治家と同点で肩を並べたのが、今年の11月まで無名だった33歳のフランス人女性で、黄色いベスト運動の火付け役と言われているプリシリア・リュドスキーです。マクロン政権を揺るがす大きな市民運動に発展した黄色いベスト運動ですが、そもそもリュドスキー氏が燃料税に廃止を求めるため署名をインターネット上で集め始めたことが発端となりました。黄色いベストと名付けられたフェイスブックには、11月末の時点でおよそ100万人の署名を集め、その後も1分に1人の割合で増えていきました。現在この市民運動の代表の一人として政府との交渉に参加するなど注目を浴びています。3位は、100日後に迫るブレクジットの調整で苦境に立たされ、やはり退任が決まっているイギリスのメイ首相 19%、 ロイヤルウェディングで話題に事欠かないメーガン・マークル妃 14%、 産後復帰のウィンブルドンで準優勝したテニスのセリーナ・ウィリアムズ 7% などが続きます。男性はキリアン・エムバペがデシャン監督を抜く。男性では
今年のサッカーワールドカップロシア大会で活躍したフランス代表のキリアン・エムバペ選手が 30%、 優勝監督のディディエ・デシャン氏 26% を抜いて1位に選ばれました。3位以降はローマ法王フランソワ 18%、 マクロン大統領 14%、 トランプ大統領 12% といったいつもの顔ぶれでした。直近の関心事は治安維持とテロ対策。フランス人の直近の関心事は治安維持とテロ対策が 71% で、今年9月の調査時より9ポイントも上昇しています。2位は健康 59% プラス1ポイント、3位は昇給購買力の上昇 57% プラス3ポイント、4位以降は失業対策 54%、 教育 52% マイナス2ポイント、貧困対策 50% プラス7ポイントとなっています。2019年に期待することは、2019年にフランス人が最も期待するのは黄色いベスト運動が訴える購買力の増加 59% です。2位のイスラム過激派のテロの撲滅 47% に大差をつけて1位の座を獲得しました。また39% の人が失業者の大幅な減少、こちらを期待し、 21% の人が地球温暖化防止への強固な対策を求めています。ではただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なおセバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。それではお聞きください。 L'événement de 2018 qui a le plus marqué les Français. Le 19 décembre, la société d'études d'opinion publique IFOP a annoncé que l'événement qui a le plus marqué les Français en 2018 est le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement Gilets jaunes, vainqueur du top 2018 des événements les plus marquants. Ce sondage a été réalisé du 14 au 17 décembre à la demande du journal Le Parisien. 57% des gens ont choisi le mouvement des Gilets jaunes. En deuxième position, avec 41%, les gens ont choisi la prise d'otages survenue à Carcassonne en mars dernier et l'attentat terroriste survenu au marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre. Seulement 25% pour la Coupe du Monde de Russie. La Coupe du Monde de football de juillet 2018 qui a plongé la France dans un grand enthousiasme n'obtient que 25% au sondage. Ce résultat est tout juste supérieur aux 21% obtenus par l'effondrement du pont de Gênes en août dernier. La femme de l'année, Angela Merkel et Priscilla Ludowski. Angela Merkel a été élue femme de l'année. Elle a décidé de prendre sa retraite
en 2021 après l'expiration de son mandat. Cependant, une femme de 33 ans, encore inconnue jusque novembre dernier, nommée Priscilla Ludowski, est à égalité avec la chancelière Angela Merkel. C'est elle qui est à l'origine du mouvement Gilets jaunes. Le mouvement Gilets jaunes est en train de secouer le régime Macron. À l'origine, Priscilla Ludowski a commencé à recueillir des signatures sur Internet afin de demander l'abolition de la taxe sur les carburants. Sur la page Facebook Gilets jaunes, environ 1 million de signatures avaient été recueillies à la fin du mois de novembre. Puis, ce nombre a continué d'augmenter d'une personne par minute. Actuellement, en tant que l'un des représentants de ce mouvement citoyen, une attention particulière lui est accordée pour les négociations avec le gouvernement. La troisième place pour la femme de l'année a été attribuée à la première ministre britannique Theresa May, 19%, qui a connu des difficultés en raison de l'ajustement du Brexit qui arrive dans 100 jours et qui projette de quitter ses fonctions. Vient ensuite la princesse Meghan Markle avec 14%, puis la joueuse de tennis Serena Williams avec 7%, qui a remporté la deuxième place à Wimbledon après son retour à la suite de son accouchement. L'homme de l'année, Kylian Mbappé, passe devant Didier Deschamps. Chez les hommes, c'est Kylian Mbappé qui a joué un rôle important à la Coupe du Monde de football de cette année, qui obtient la première position avec 30%, dépassant ainsi l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, 26%. La troisième place est pour le pape François, 18%. Viennent ensuite le président Macron, 14%, et le président Trump, 12%. Enquête. La préoccupation la plus récente est de maintenir la sécurité et de lutter contre le terrorisme. La première préoccupation des Français concerne le maintien de la sécurité et les mesures antiterroristes à 71%, soit 9 points de plus que lors de l'enquête réalisée en septembre. En deuxième place, nous avons la santé, 59%, hausse d'un point. Puis, en troisième place, augmentation du salaire et du pouvoir d'achat, 57%, hausse de 3 points. Viennent ensuite la lutte contre le chômage, 54%, l'éducation, 52%, baisse de 2 points, et mesures anti-pauvreté,
50%, hausse de 7 points. Quelles attentes pour 2019? Ce que les Français attendent le plus de 2019, c'est une augmentation du pouvoir d'achat avec 59%, ce que réclament les gilets jaunes. Cela fait un grand écart avec la deuxième place, l'éradication du terrorisme des extrémistes islamiques, qui a été élu à 47%. En outre, 39% des gens espèrent une diminution significative du nombre de chômeurs, troisième place, et 21% recherchent une mesure forte pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous nous demandons bien à quoi ressemblera l'année 2019. セバスチャン先生、ありがとうございました。やはり今年、フランス人にとって最も印象に残った出来事は、今なお収束に至っていない黄色いベスト運動でしたね。今後の展開にも目が離せませんが、2019年のフランスは前向きな出来事の方が多い1年になるといいですね。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブル・アンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしています。この番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています。週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを、週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。